今こそ演奏の時だ。術あのイリュージョン腰に感じて踊りましょう。さあさあゴー、聴いてもらおう。お届けするのはマーキーマージック。ありがとう。いやいや、それにしても一体なんで檻の中にモンストロを閉じ込めたりしたんだ。いや、それは違う。あのモンストロは重傷だった。僕はあの後集中的に治療しようとしていたんです。だったらちゃんとムジカアカデミーを卒業すればよかったじゃないですか。まあ人にはそれぞれ道があるってことだよ。説明になってないよ。それに何で私たちに付きまとってたの。理由はこれだろう。